はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、授業中に子どもたちの実態を見える化する技術についてお話をしたいと思います。授業中に子どもたちの実態を把握する、つまり子どもたちの実態が見える化するような、そういう技術っていうのがあるんですね。で、これを、授業中にですね、我々は使っていかないと、誰がどの程度できてるかとか、今子どもたちがどういう状態なのかということを把握できずにですね、授業を進めてしまうことになります。授業っていうのはね、常に子どもたちの様子を見ながら、実態を把握しながら進んでいくものですので、この見える化の技術というのは極めて重要です。ですので最後までこの動画を見て、授業の見える化、子どもたちの実態の見える化について勉強していただけたらなと思います。では早速やっていきますね。まず一つ目です。音読ですね。これはしている方は結構多いと思うんですけども、例えば子どもたちに国語の教科書を音読させるなんていう場合に、何度音読したか、あの子が何回読んでて、この子が何回読んでるかということを、黙って読ませておくだけでは把握できないですよね。そこで音読の回数を見える化することで、回数を把握する、子どもたちの音読の実態を把握するという方法があります。例えばよくやるのは、1回目立たせて読ませて、2回目は座って読みなさいというようなパターンですね。そうすると1回目の子は立ってる、2回目の子は座ってるというふうに見える化されるので、誰が何回読んだかが分かるという方法ですね。同じように全員立たせて、1回目は前を向いて、2回目は右を向いて、3回目は後ろを向いてというふうに子どもの向きを変えることで見える化する方法もあります。あとですね、まあ、座ったままやるとしたらですね、1回目は教科書を立てて読んで、で2回目は寝かせて読んで、なんていう方法もありますね。あと子どもたちが喜んでたくさん読む方法として、これもまあ見える化なんですけども、例えば1回目は立って、2回目は座って、3回目は床に座って、4回目は教室の後ろで、5回目は黒板の前で、6回目は廊下で、みたいな場所を変えることで誰が何回読んだかを見える化する方法もあります。これは子どもたちがね、場所を移動するのですごく楽しいので、何回も何回も音読することができる方法でもありますね。まあ、これが音読の見える化ですね。他にも例えば黒板を使った見える化もあります。子どもたちに何か発問して、でノートに自分の考えを書きなさいみたいな場面ですね。そういう時に子どもたちがノートにこう書いた意見ですね、でそれを、まあ、そのまま発表段階に入ってしまうと、誰が何を書いたかというのを把握できてないですよね。なので私はいつも全員自分の考えを黒板に書きなさいというふうに要約して、一文程度で黒板に全員書かせます。そうすることで子どもたちの意見がざーっと見える化されますよね。でそれは私にとっても見える化されてますけども、子ども同士の中でも、あ、誰ちゃんはこういう意見なんだということが見える化していくんですね。まあ、そういう技術ですね。黒板を開放すると、黒板というのはね、教師だけが使うものじゃなくて、黒板を子どもたちに開放することでこのような見える化を図ることができるわけですね。そうするとね、例えば話し合いの段階で自分の意見を黒板に書いてありますと、いつ自分の意見が取り上げられるかわからないので、まあ、例えば話し合いの授業においても集中力が保てるんですね。これもしノートだけで終わってると、あんまり目立たないことを書いた子はですね、まあ、例えば発表したとしてもね、発表した後だとしても、まあ、忘れられてしまい、取り上げられないという、まあ、要するに授業への参加度が低くなることがあるので、黒板に書いてあるとね、人質じゃないですけどね、常にさらされた状態で、いつ自分のところにね、それが振られるかわからないという緊張感を生むことができるんですね。これも見える化の成果です。あと前回の動画でちょっと紹介しましたけども、子どもたちのノートを見てるときに機関巡視がいいか、それとも子どもたちにノートを持ってさせるのがいいのかっていうテーマで動画を1本出しましたが、あれについても見える化なんですね。例えばですね、ノート、私はノートを持ってこさせる派なんですけども、ノートを持ってこさせるときに配慮しなきゃいけないのは、見るのが遅いとね、どんどん行列ができちゃうわけですよね。でその行列を作るのはなるべくやめましょうということなんですが、まあ、逆に言えばですね、見える化されてるんですね。行列ができてるということは、あ、 見方を急がなきゃというふうにこっちも判断できますし、判断できるわけですね。それはなぜかというと、見える化ができているからです。これもし機関巡視でやったとしたら、誰ができていて誰ができてないかということが十分把握できないわけですよね。なので教師の動きが変わりません。もしもノートを持ってこさせるんであれば、あ、もうこんなにたくさんの子ができたんだなって分かりますけども、機関巡視だとそれが分からなかったりするわけですね。まあ、よくですね、
言われるんですね。ノート持ってこさせると行列になっちゃってよくないねっていう意見があるんですが、逆に言えば行列になることで見える化されるんですね。いいことも悪いことも。なのでそこで教師の動きを変えることができる、まあ、そういう良さがあると思うんですね。あとですね、よくですね、教科書を開いた人は開きましたって言いましょうというふうな指示があるんですね。そうすると子どもたちが開けました開けましたっていろんなのが言うわけですね。そうするとこれも誰が開いたかっていうのをその声の量でね、大体の子が開いたなってこっちは見える化してわかるわけですよね。先ほどの黒板と同じで、これは例えば子ども同士の中でも見える化が働くわけですね。隣の子が開きましたと言ってるのに、隣にいる自分がね開いてないと、それは逆に言うと開かなきゃという気持ちになるわけですね。なので子ども同士の見える化を通してですね、開くの遅い子たちの行動を促す効果もあるわけです。これもし言わせないとしたらですね、いつまでたっても開かない子は開かないし、ね、いろんな子が開きました開きましたって言ってるとさすがにね、開いてない子は俺も開かなきゃってなりますから、まあ、そういう良さもあるわけですね。というわけでですね、こう授業中における見える化、まあ教師もそうですし子どもたち同士もそうですし、見える化をですねする技術、今ね今日は4つぐらい話しましたね。音読の時ですね、音読のさせ方、あと黒板に自分の意見を書かせること、そしてノートの見取りの行列についてもですね、子どもが並ぶということについても見える化されるということ、そして教科書をね開きましたって言わせるのもそれも見える化なんですよね。で、見える化というのは常に教師が子どもたちの実態を見るということだけではなくて、子ども同士もそれが見えてくる効果っていうのがあるわけですね。先ほども言いました通りね、まあ、ですからこういうちょっとした、これこそ微差力なんですね。ちょっとしたことで大きな差を生む、子どもたちの実態をこちらは掴むことができるわけですので、ぜひですねこういう細かな微差ですけども大差を生みますので、そういう技術も学んでいってもらえたらなと思います。はい、今日はね、今ちょっと実家の方の片付けに来ていましてね、ちょっといつもと違う場所で撮影していますので、ちょっと雰囲気が違うと思いますが、まあ、今回はここで撮影しています。あともう一つ言っておきます。先日、第2回村野聡アーカイブセミナーを行いました。これは第2回の村野聡セミナー、オータムセミナーっていうのをですね、5年前に微差力をテーマでやったんですね。それを、その時の映像を今回 YouTube で配信しました。たくさんの方に参加していただきました。ありがとうございました。感想などもいただきまして、確かに YouTube で配信するセミナーというのは好きな時間を選んで視聴できる、まあ、そういう良さがありますねということが書かれていました。多くの方がね、あ、でも確かにそうだなと思って、で、まあ、いつも Zoom とかを使って直接こうセミナーライブでやるんですけども、これからはあえてね動画形式、こういう動画を作って、で、それを配信することで見ていただくというようなセミナーもね、今後検討していこうというふうに真剣に思っていますので、またそんな企画が出た時にはですね、皆さんぜひご協力いただけたらと思います。はい、では今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。